久保さんみんなの銀行にしましょうかあのー、僕がねたかが1500円かたかが1000円だと思って情報発信していなかったら僕まあ久保さんも頂い,いてると思いますけど吉谷さんありがとうございます1500円もらいましたと本当にもらいましたっていうありがとうの声何件も来てますよ何件もって言ってもまあ56件ですけどね <laughs> まあ56件来ましたでも僕がね解釈でいや1500円もらってもしょうがないよ とかね、もしくは自分が1500円もらって、ウェーイみたいな。1500円入った。で,そで、それで留めてたら、ありがとうっていう言葉はもらえないと思います。ありがとうの数だけ、うーん、ビジネスチャンスはあるしね。てか逆に言うと、ありがとう言われないんだったらビジネスは難しいですよね。ありがとうと言われないビジネスやってたら、リピートも起きないだろうし。じゃあ、ありがとうって言われるためにはどうすればいいのかっていうと、 まあ単純に自分に利益がなかっ,っても相手にちゃんと何かを情報伝えるってことですよね。うん。だからまあ、なんかその自分には興味なかったとしても、まあ、相手が興味あるんだったら、なんか、例えばなんだろうな、まあこれ分かりやすくなれば、じゃあその好きな女性がいるじゃないですか。で、好きな女性が、なんかこんなのが好きみたいな。で、こんなのが好き、例えば何人しようかな。なんや なんかそのまあこういう映画が好きってなるじゃないですかまあ映画とかまあアニメじゃあ機密の刃が好きめっちゃ機密の刃が好きってなるじゃないですか,かのあの好きな女性がね自分が恋こがれた好きな女性がめっちゃ機密のファンだとするじゃないですかでね自分は全然アニメに興味ないですよ機密をねじゃあその女性に対して何ができますかいや俺は別に機密が嫌いだしなみたいな 自分が嫌いとか好きじゃなくてあのその女性が機密好きだったらじゃあなんか買ってきた機密のグッズを買ってきてプレゼントするとかするとありがとうってなるじゃないですかでありがとうってなったらなんかちょっと興味を抱いてくれる可能性は上がりますよね <laughs> なんかこれは結構でも小学校の時とかやったんじゃないですかなんか初恋まあじゃあ初恋とかにしてみましょうか初恋子が初恋品になった時に女性その好きな女性って何が好きなんだろうっていう 僕はね、小学校3年生の時に好きな女性ができまして、あの、<laughs> その彼女、その女性にね、何をあげると喜んでくれるかなと思って、いろいろ考えた結果、ケロケロケロッピーのシールをあげました <laughs>。で、ちょっと渡し方がね、ちょっと恥ずかしかったね。で、うん、ほら、これあったからあげるみたいなね。<laughs> 好きなんだけど、ケロケロケロッピーのシールでしときましょうか。ケロケロケロッピーのシール、い,いってらっしゃい。